どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。少しですね、ギリギリになったっちゃなったんですけれども、KC の環境考察、やっていきたいと思います。で、今回なんですけど、新しく来た古代の機械ですよね。アンティークギアか。アンティークギアが、個人的にはすごく躍進してきて、環境に変化があったかなと思っているので、そのあたりをお話していきたいと思うのと、古代の機械も融合軸と融合じゃない、リアクタードラゴン軸があると思うんですけど、今回はリアクタードラゴンを、まあメインで、まあリアクタードラゴンの方が数多いかなと思ってるんで、そっちの軸で、お話していきたいと思います。で、まずなんですけど、ティア1って呼ばれるところですね、一番強い、テーマかつ、分布が多いだろうと予想されるテーマは、コアキメールと古代の機械、この2つだと思っております。この2つを中心に環境は推移していくんじゃないかなっていうのが予想としてあります。で、その少し下、ティア2って呼ばれる部分ですね、循環境って呼ばれる部分にバスターブレーダー、ヴァンパイア、魔導っていう、まあ一つ前のテーマですね。前回の KC でもいたこの3テーマが、入ってくるんじゃないかなとは思っております。で、その下ティア3っていうテーマ、ここは環境次第では強いんじゃねっていうテーマです。で、その2つに関しては、ラスギャンバーンと、ロック型じゃなくてバーン型になるんじゃないかな今回の KC はっていうのは思ってます。とアマゾネス、この2つのテーマが強いかなっていうふうには思っております。で、その下、まあちょっと環境落ちしちゃったかなと思ってるテーマはマスクドヒーローとカラクリですね。この2つがちょっと環境落ちしてしまったかなっていうのは思ってます。まあ先になんで環境落ちしたのかっていうところなんですけど、まあ、単純に、古代の機械のパワーが高すぎて横にしても3000あるから、その2つを抜くって考えた時にマスクとカラクリはきついんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、そうなると要求札が高いから単純に相性の問題できついテーマが増えたから、マスクとカラクリは微妙かなっていう。じゃあ実際にまあこの各テーマの相性表は作ってるんですけど、丸、相性どっちとも言えない、それで、三角っていう風だ、この3つの感じでやってます。丸が相性いい、フラット、横線がまあどっちとも言えず5部、もしくは5部前後、微有利微不利ぐらいかなっていう。で、三角がまあ苦手かなっていう風な感じで考えております。勝率が6割以上出せるテーマは丸で、そうじゃなくて4割ぐらいになっちゃうテーマが、4割未満になっちゃうテーマが三角で、そのどちらにも当てはまらないっていうのをフラットにしてます。で、そこでまず小脇メールから見ていくと、ですね、まず古代の機械に関しては若干相性がいいんじゃないかなっていうふうに思っております。古代の機械に関してはまず特殊召喚したモンスターに対して、コアキメールアイスで破壊されちゃうっていうところとか、あとは、アイスの他にはとマキシマムに対して破壊されちゃうっていうところがあるので、そういう意味でまあ相性としては丸かなっていうふうには思っております。で、コアキメールの対策をするってなった時に防御札が必要にはなってくるんですけど、じゃあ防御札多く入れちゃうと次は悪札とか、そういうのがなくなってくるから、そこがしんどいところかなっていうのは思います。では次ですね、コアキはバスブレに対してまあやっぱり若干不利ではあると思います。ただ、まあ自分自身バスブレよく使うんですけど、7割出せるかって言ったら7割は出せないかな。バスブレ側もある程度要求札必要だし、なんだかんだ言って構築みんな煮詰まってきているから、プレイングに関しても上位勢は特に煮詰まってきているから、バスブレをそもそも出させないとか、出させたとしてもアイスで破壊するとか、DNA バスブレ決められたら結構きちいけどみたいな展開が割と多くなっているかなっていうのは思っております。だから小脇はバスブレに対して若干不利だけれども、じゃあ7割は出るのかって言うとそうじゃないんじゃないかっていう風な感じで思ってます。で、対面ヴァンパイアに関してですけど、微有利かなとは思ってます。若干小脇寄りかなとは思ってますけど、6割出るのかって言うとそうでもないかなっていうのが、スキル墓所だったら確実にここは丸に変わります。ただ、小脇の墓所が今減ってきているので、そういう意味で、バランスもしくは絆の力もしくは根性がランクマとかだと多いんですよね。じゃあ小脇のまあスキルに関してなんですけど、トップ層っていうあくまでお話をすると、海外勢はバランスが好きで、まあ理由としては罠1枚引きたいとか、初動ある程度広角か混合角握っときたいっていうところだと思うんですよ。パワーは落ちるけど、そういったところが好まれてバランスが好きなのが海外勢。絆の力日本人が多いのは、マキシマムが絡まなかったとしても、ウルナイト何かで、
4000打点叩き出せるっていうところ、これがあのミラーのクリボールを無効にできるよね。だその辺とかがやっぱり好まれているんじゃないかなと思います、絆の力は。で根性に関してはただ序盤は多いかなと、終盤ポイント帯が高くなるにつれて根性はいなくなるはずなんですよ。っていうのが小脇ミラーで根性ってほぼほぼ役に立たないから、そういう意味で、根性は減ってくると思うんですよね。ただ序盤はある程度多いかなと思ってます。だから3つ、この3つですかね。あとラスギャンもあるか、ラスギャン小脇も、ありえますが、だいたいこの3つかなと思います。特に羽繰りと相性がいいのはラスギャンですよね。でそうなった時にヴァンパイアに対しての、まあ、墓所の割合が全体的に低いからヴァンパイアが、自由に動きやすいんですよね。シフト絡めてとかでシフトが防御札に変わるから、墓所だったらあの先打ちシフトしてないとダメだけど、その先打ちしたところに対して例えばアイスで、特殊召喚した2体潰されてで、殴られたら終わりだったりとか、そういう局面って割とあるんですけど、で、その後に、墓所しておけば、まあ、相手の場のデスサムライとか消したとするじゃないですか。だから小脇メールアイスで2体消して、デスサムライを普通に殴って消してってすれば、まあ、相手きついんだよね。今墓所が少ないから、そういう意味でヴァンパイアは割と五分近くの戦いできるかなと思ってます。で魔導に関してもサイマジー入りができればめちゃくちゃ相性はいいです。でサイマジー入りができなかったとしても墓所じゃないからバテルだけでもなんとかゲーテで対応できたりするよね。そこ局所で終わっちゃうときはまああるっちゃあるんだけど、言うて対応できるから、まあそういう意味で、魔導は五分の戦いをできるテーマだと思ってます、墓所じゃない限り。で次ラスギャンバーンに関しては、まあここがなんでバーンになったのかっていうところなんですけど、ロック型だったら小脇も、結構維持していって、ちょっとずつちょっとずつ殴っていって、で最後の最後で一気に展開するとか、そんなんで対応はできるっちゃできるんだけど、そこで勝率出させないためにミスラとラバゴを入れてるタイプのバーンが流行ってきてます。だから相手が1体しか展開してきていないところをミスラ出して防御にしつつラバゴを沿っておいて、盤面を後ろの守り札プラスミスラの防御プラスラバゴみたいな感じにして4回バーンダメージ与えたら勝ちみたいなラスギャンバーンが流行りそうだとは思ってるんですよね。でそれに対しては小脇はそこまで勝率出せないと思います。だからラスギャンバーンと小脇が戦うときは、小脇メールアイスは最後の最後まで置いといた方がいいですね。自分のラバゴを潰したいから。あとは小脇の後ろの防御札が底なしとかになってくると、ラバゴに対して底なし打てるからバーンが割と、無効化できるというところはいいところだと思います。でアマゾネスに関してはなんだかんだ言って、アマゾネスプリンセスがいないとき、例えばカナディアをしたウルナイトの1号の守備をアマゾネスの剣士は抜けないんですよね。でそうなってくると、まあ吸収絡まないからそこ盤面維持されちゃってどうしようもなんないとかも山ほどあるし、そうこうしてる間に局所されたりとかっていうのがあるから、初動でアマゾネスプリンセス2体プラス吸収、これ3枚しかないカードを初動で引ける確率って5割なんですよね、20枚デッキで言うと。だからそういう意味でしんどい戦いが先行でしんどい戦いが半分あるって考えると、局所されたら吉みたいな戦いが増えるんであれば、アマゾネスに対してはまあ6割出せるんじゃないかなとは小脇は思ってます。でマスクカラクリに対しても、カラクリも今レベル上昇だから蜘蛛とかが小脇に対して鎖札だしってなると結構しんどいと思います。次、古代の機械ですね。アンティークギアなんですけど、バスブレに対しては、やっぱりバック干渉がある型だと、強いです。ヴァンパイアもそう。バスブレ、ヴァンパイアは、帝国とか DNA 割られちゃうと、非常に厳しいんですよね。非常に厳しい戦いを強いられるので、そういう意味で、ここは相性は6割は出せるんじゃないかなと思ってます。で、魔導に関しては、若干有利かなと思うんですよね。ただ、試行回数がまだそんな足りてないんだけど、この前、2日ぐらい前か、チームメイトと2人で同じ構築の窓でランクマン潜った時に、何勝何敗だったっけな、48勝25敗かなかなんかだったんですよ、窓で使った時に。なんかその時に、結構これ負けんなーってなったのが古代だったんですよね。意外にこれ、融合軸じゃない古代に押し切られること多くね、リアクタードラゴン出てきて、みたいなことがよくあって、その時に、あ、これもしかしたら相性悪いかもな、みたいな話にはなってたんですよ。だから、ここフラットにはしてますけど、もしかしたら相性悪いかもしんない。
あ、ごめん、相性がいいかもしんない。でラスギャンバーンに関してはまあもちろんあの罠使わせないっていうところとか相性いいし、アマズネスに関しても同じ理由ですよね。吸収割れるから相性いい。でマスクカラクリに関しても3000のリアクタードラゴン抜けないっていうところになってくるから、この辺に関しても相性いいっていうところで、古代の機械のポテンシャルはすごく高いかなとは思ってます。まあ敵は小飽きですよね、本当に。まあそんな感じで思ってます。